皆さんおはようございます。今日は5月7日の木曜日です。今回はですね、ここにうちひょうたん池が1年前ぐらいからあるんですけど、夏になるともうここ南向きですっごく日が当たって暑すぎて、今カエルさんも何匹か住み着いてるんですが、なんて言うでしょう、日よけがいるんです。日よけがカエルさんの日よけと、あとはこの水とくさとか、このまあ、今ホテイソも枯れちゃってるんですけど、もう火が当たりすぎて焼けちゃうんですね。なのでちょっと小さめのパーゴラ風ミニ日よけみたいななんじゃそらそれを作りたいと思います。でちょっと形がいびつなので、設計図またないんですけど、ちょっとね今から測りながらやっていきたいと思います。頑張ります。ホームセンターにこういう木がね、安くて売ってると思うんですけど、これでねちょっと売ってサイズを測ってやっていきたいと思います。まずはね、どのぐらいのサイズにするかちょっとイメージしながらね。サイズが決まりました。横幅が1020で奥行きが45で作りたいと思います。では失礼します。800が2本。ママ、はい、2匹じゃもう生きてた。ほんまよかったな。我が家にカニさんが3匹と大和沼エビが2匹追加されました。もうお兄ちゃんは何時間もカニを観察しております。でその間ママはやっぱりね軽く図面描きました。ではスタートします。風があるのでゴーグル必須で、椿もゴーグル必須です。ごめん、気をつけよ。久しぶりだね。今カットしてたらびっくりしました。こんな隙間にアマガエルがいました。結構ねパーゴラ近くはよくアマガエルが来るんですよ。今このバリ取ろうとねヤスリ探してたんですよ、いつものお気に入りので。めっちゃ探してたら椿があったって言って、どこって言ったら持ってました。やばくないですか、もう怖いわ。あー、これね前もご質問いただいたんですけどね、これもヤスリなんですよね、こんなやつ。はい、ペーパーじゃないです。ちょっとやばいよ。丸のコバ。やばいって。やばい、もう逃げちゃう。はいはい。子供がいるんで丸のコバ使い終わったらすぐ。あ、ごめん。取ってる。なんやろその取り方。すぐね電源は抜くように心がけてます。必ず。怖いんで。これカットするとき動くんで。すごくね乗ってもらってます。抜群の安定感で。よし、今ソーホースの足短くしたやつをお兄ちゃんたちが運んでくれております。ありがとう。10センチ短くしました。こんな感じで2つ同じのを作れました。ママちょっとここ持ってくれへん？無理。夏だけ持ってここ。いいよ。そこ持っといて。あ、そこ持っといて。ありがとう。もう一個持とっかって椿から言ってくれました。ありがとう。今ですね、あー、虫が、虫、びっくりした。カーでっかいの。びっくりした、びっくりしました。今ですね、これここまで作ったのはいいんですけど、なんか木が太すぎてちょっと存在感がありすぎてなんか馴染まないんですよね、池に。なので同じ手順でもう一度もうワンサイズ細い木で作り直したいと思います。そうなんです。なんかね納得いかなくてね、全然エンジンがかからないんです。ポーってしちゃって、なんかね、明日やろっかな。さっきからずっと悩んでるんですけど、明日やるとか言ってめっちゃ悩んでて、で四角にすると私アジサイ植えたいんですよ、この辺りに。本当はこことここに植えたかったんですけど、でやっぱりカエルさんたちの日陰もいるので三角形にしようと思って、右半分ちょっとだけ、そしたらこの辺りが日陰だったら、もう涼める場所があったらいいので、はい、ちょっと水と草はちょっとね、枯れちゃうかな。で、ミニパーゴラを作りたいと思います。明日。お疲れ様です。
これも端材なんですけど、さっきよりも一回り細い端材になります。これを使ってやっていきたいと思います。550を3本切り出しました。じゃこ切りで明日やる言うてたのにスイッチ入りましたよ。見えてきました。ママ寝るって言ってた。そうそう、寝るって言ってた、さっきまで。では今からモルタル作ります。セメント1と砂が3以上です。いきなりだよいきなりいきなり、もう支柱をね立てようと思って、よし、 OK で、水ね、私ほんと入れすぎちゃうから。入れすぎたかな、これでも。どんなんだったっけ。どうした、危ないやつだよ。泥ちゃんさあ、こんな感じです。見えますか、こんな感じ。あ、貴重な貴重なモルタルが落ちた。こんな感じで OK。では牛乳パックを使って支柱を作りたいと思いますって言っても初めて作るんですけど思いつきですけどね。この木が細いのでなんかちょうどいいかなと思って、はい、ね、くっついて売ってますもんね。このあの中にできたやつの中に入れて周り埋めるので、それをねもうやっていきたいと思いますね。で20センチのところ、これ大体20センチなんですけどね、そうそう20センチのところで入れていこうかね。よいしょ、これ別にあれかな、全部入れた後に差し込んだらちょっと無理っぽいですよね。それはちょっと無理っぽいですよね。塗装は一番最後にします。で、あのなんかあの多分木も腐ると思うんですけども、腐ったら腐ったで作り変えたりとかそんな感じで、なのでもう思い切って埋めちゃってます。三角形のパーゴラ作った時はもう超絶初心者だったので、もう何も分からず、あの直接、あ、おいい感じいい感じいい感じですよ、上まで行っちゃおうね、いい感じいい感じ。もうね、砂とセメント混ぜたらもうこれ何でしょう。私すっごいモルタルデビューするときにね、めっちゃ敷居高いかイメージだったんですよ。固まるしどうしようみたいな。でもなんかあの大人の砂遊びみたいな砂遊びって言ったら働いてる方に失礼ですよね。でも本当そんな感じで、なんて言うんですか、思ってたよりもとっても楽しいっていうことです。はい。ほら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 。ほらいい感じだよね。明日には固まりそうだもんね。ね。よし、じゃあこれで1本目とっか。ほら、ね。そこついてるし、1センチぐらい下でいいかな。ね。これを3つやっていきます。3つ入れ終わって、これ拭き取ってます。セメントついたところ、モルタルがこうやって。乾く前にスポンジで、よいしょ、こんな感じですね。はーい、はい、ドロンコまみれでソニーちゃんたちは、はーい、楽しいですかね、子供は泥遊び大好きですね。こういうのはね、見なかったことの方がいいんですよ。もうほっとくのが一番です。何、なんとかできました。この失敗したやつであのクランプ止めて、あの水平にこっちとこっちこっちとこっちとなるようにして止めてます。ちょっと形が見えてきたのでテンション上がってます。今日はここで終わります。お疲れ様です。皆さんおはようございます。今日は5月8日の金曜日です。早速ねこれもう固まってるんで撮っていきたいと思います。椿ちゃんとソーマくんはパパと朝からね、まだ9時前ですけど、あの、カニ取りに行きました。どんだけ好きやねんっていうね。では、取っていきまーす。ね、どんな感じで、おー、やっぱ牛乳パックだけあって、お、ちょっともろ、まだ柔らかいのかな。おー、なんか、自分で作った感があって、ちょっと、
嬉しい、これは。おー、ほらほら、お、できた。牛乳パックの底を、もう固まってます。やった、やったー、全部取れました。なんかあのプチ DIY みたいな感じでめっちゃ可愛いですこれね、ちっこくて。で、あのまだねちょっとねポロポロ取れるんですよ。多分昨日これやったの夕方の4時ぐらいで、今9時、まあ、10時前だとしたら、16時間しか経ってないので、なんか落としたりしたら多分割れると思うんですよ。固まってたらここをね、あのグラインダーで削って、あのここちょっと溝があるので、そうするとここに溝が溜まると、あの腐りが早くなるので、グラインダーでね削ろうと思ってたんですが、これならちょっとねカッターとかで削れるのかなとかと思って、ちょっとやってみたいと思います。あ、そっか、今カニさん取れなくて帰ってきたそうです。ここね、ここちょっと深いんですよね。今でもちょっと触ったらこんな感じボロボロ落ちるんでね。あ、なんかあれだね、もうボロボロ落ちるな。はい、もうちょっと固まってからしようかな。どうした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 、ママ寂しいない、大丈夫大丈夫、もうちょっと固まってからにします。なんかもうどん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 崩れちゃいそうだ。何捕まえたんそれ、何の大和沼へ、また餌になるやん。お疲れちゃん。ではですね、今度はあのパーゴラになるここのところの木を作りたいと思います。これも端材です。ほんとよく使っている。ね、どうしようかね。三角形の向こうのパーゴラも、ね、三角形にするんだったら、こう組み手かもう直接こうするかだもんね。こんなもんか。こんなもんか。ここでカットしたいと思います。では570を2本準備したいと思います。もうね、こんな薄かったらね、ノコギリですよね。よしよし、では1年ぶりに組手を作りたいと思います。使うのみは15ミリで、もうこれがほとんどですね。よし、どれだ、このスコヤね、神話のこれ大活躍です。結構ね早い段階で買ったんですよ。もうまっすぐね引くのが難しすぎて、もうやっぱりねこういう便利グッズはあった方がね作業がはかどりますよね。よしよし、それでこうで15ミリ、鉛筆尖ってない。よし。よし。では、ちょっと大きいな、このノコギリ。よい。大きいな。優しく、ノコギリの力に任せて。気持ちいいわ。こっちですね。私よく間違えるんですけど、こっちにやったらダメなんで、こっち向きですね。よし。あんまりギリギリよりもちょっと、実はギリギリだし。ほら、できた！できた！ほら、すごい！すぐできたよ！ほら！では、一旦ちょっとね、はめてみますね。多分入らないと思うんですけど、よし、ほら、入らない。なので、よいしょ。ここをちょっとやすっていきます。よし、やすります。これでね、入らなさそうなところ。ではちょっとやすって調節したので入れていきたいと思います。よしよし、お、入ったちょっと高さどうだろう、もうちょっと、あ、入った入りました。バッテー何本作ろうかな、もうこれ全部はちょっとって感じなんですけどね。でもできました、やったー。今ちょうどここで乾かしてるんで、イメージするとですね、こうなるんですよ。あー、かわいいな、やっぱりこっちの方がねー。あ、そっか、
外側はこうで、私あと内側に打ち付けてるんだ。もう片方のパーゴラどうしようかな、もうどうしようかな、もうこうしたとしてまあ、はい、焼き肉で吐きたいだけ、ね、あせえな、ね、まね、まあ、大骨1、2、やっぱ3、いらっしゃいませすんのビールください。いいね、いい店員になるわ。そうですよね、ミニチュアだから作っても6本ですもんね、3列もしやるとしたら。よし、3セット作ります。お兄ちゃんはさっきからずーっと正座して大和沼エビを観察中です。なになに、ほらね、はいはい、内側につけるやつ6本カットしてきました。これあのあれです、バサモルでねアプローチ作った時のあの木枠です。下地作りのこれ、これはこっち内側につけるんで、ここに合わせて、よし、あれを作らないと、あの組み手をこんな感じに、そうそう、こっちはこうですけど、今から作るのはこっちになります。では墨付け終わったので、今からノコギリでカットしていきます。じゃじゃーん、7分でできました。ノコギリ入れてミノでカットするのにね、はいよ。で、あの一応前のこと言わせていただくと、私結構やっぱ初心者なので、もうノコギリとかのみするのもすっごい力入るんですよ。で、あの今回は力を抜いて、ノコギリの重さで切る。めっちゃ軽いですけど、軽くてもノコギリの重みを感じて切る。あとはこののみもこう当てるんですけど、トンカチもね、こう叩こうとせずにトンカチの重みで叩くってなると、とっても疲れることなく7本あっという間にできました。あのあれはやってないです、ヤスリがけして調節はしてないんですけど、はい、今からそれします。一丁前ですいません。できましたよ、ノコギリのみヤスリまで入れて15分でできました。15分だったらしょっていきますよ。ワンセット目ガチャン、ほら、はい、いきますよ。2セット目。ガチャン。もうブカブカでもいいんですよ、多少はね。はい、3本目。イエーイ、なんかテンション上がってきちゃった。だから長靴履きなっつってんじゃん。次は、これ、あの一番外枠なんですけど、それのね、ここにこうやって内側に貼りたいんで、ここでちょっと、このぐらいかな？このぐらいかな？ここでちょっとカットしてきます。45度で、じゃーん、45度でカットしてきました。さっきのね、あの黒いマイターボックスっていうのがあれば、初心者でも45度に切ることができます。ほら、この端材を使いたいと思います。足りるかな、これダイニングテーブルでね使った端材なんですけどね。なんとか墨付け終わりました。これが一番長く時間かかりました。縦に置いていきたいと思います。チビたちも忙しそうに、カニさんが入ってたお家を今度はザリガニさんのお家に模様替えしたり、忙しそうやね。はい、終わり。では木材カットできました。ここが3センチぐらい出るようになってます。で、9.5 センチ間隔ですね、こんな感じかな。で、縦置きの方があの角度によったら日陰がねたくさんできるんで、見て、工作だよね、もうほとんどね、これ。ほら、こんな感じでーす。わー、じゃあ今から塗装します。では今から塗っていきます。違う塗料はこの木材、いいよ、保護塗料の水性です。防虫効果もあります。で、ね、ぜひね、お子様と一緒にされる方は、右手。いらない端材とか濡らしてあげたら、自分が作るものがどうしても自分でしたかったらね。これちなみに端材です。まあ、こんな風にする時もあります。よし、そこら辺の塗っていってな。はい、できたよ。できるの早いわ。ちょっと塗装終わったんでご飯行ってきます。午前中お疲れ様です。明日やろっかな。ね、スイッチ入りましたよ。見えてきました。ヌンの、はい、椿もしちょんちょんってさ、もうちょっとさ、